三里町ラベンダー園。手前の白いラベンダーは、当地作出品種の、三里雪か三里町ラベンダー園にて、三里町ラベンダー園とは、秋田県仙北郡三里町仙屋座をダイヤに、所在する、植物公園で、初夏にはラベンダーが楽しめる。毎年、6月中旬から7月上旬にかけ、ラベンダー祭りが開催され、案内書が開設される他軽食や飲料を、 販売する店舗が出店する。三里町北部の丘陵地に位置し、約2ヘクタールの園内には、およそ2万株のラベンダーが植えられている。植栽される、ラベンダーの種類は、三里町固有品種である、三里雪花をはじめとして、早崎3号、先駆け、岡紫、七聖宅ラベンダーについて、連携協力協定を締結している。 北海道中村の町から提供を受けたラバンディンなどである。千畑のラベンダーは、1988年、千畑町がふるさと創生事業の一環として旧、品種3000本のラベンダーの苗を町内7カ所で試験栽培したのが始まりであり、1991年秋には、約1ヘクタールの栽培畑を大台屋の現在地に造成し、 翌1992年春には、岡紫を、主として1万5000株が、同地に植栽された。その割合は、岡紫80%、ヘディテート15%、先駆け5%であった。一般公開は1993年より始まり、1997年には、栽培畑を新しく3 0ル造成し、新たに、 約3000株を植栽している。現在の規模、植栽数となったのは2003年からである。ラベンダー祭りとして毎年6月中旬から7月上旬にかけて開園される。入場は無料で期間中は午前9時から午後5時まで開園される。開園期間中はラベンダーアイスクリームや各種ラベンダー関連商品。 地元特産品等の販売のほか、摘み取り体験などのイベントが模様される。また、土曜日と日曜日には、ラベンダー園を一周するバス、小熊ちゃん号が運行される。期間中、地元牛消費拡大キャンペーンの一環として、三里部ごっこ祭りが開催される。なお、ラベンダー祭りの開園時間は午前9時から午後5時までであるが、これは案内書や出店。 住み取り体験の会場時間であり、ラベンダー園の散策については、大台や公園内であるため時間外であっても、可能である。隣接して、ピクニック用の芝生広場や、子供用遊具の備えられた冒険広場などがあり、グラウンドゴルフ場、パークマレットゴルフ場、全面芝のサッカー場からなる、大台や広場となっている。ありがとうございます。